バークシャーハサウェイ。バークシャーハサウェイは、アメリカ合衆国ネブラスカ州オマハに本社を置く持ち株会社である。もともと綿防石事業であったが、戦後に原料価格が下がり世界中で競争が起こったので、ウォーレン・バフェットに買収されてから保険業を足場とする機関投資家へ転換した。ウォーレン・バフェットが会長兼 CEO、チャーリー・マンガーが副会長を務める。 バークシャーハサウェイには2016年現在7名の取締役及び役員がおり、様々な子会社、関連会社、株式等を所有している。実質的に会長兼 CEO で筆頭株主であるウォーレン・バフェットと副会長のチャーリー・マンガーの2人が運営する株式会社の形態を取った投資アンドと言われている。バフェットは株式会社という形態を取っていても、 バークシャーはパートナーシップであると私たちは考えている。私たちの長期的な財政上の目的は、バークシャー株の内在価値の一株あたり、平均年間収益率を最大限に高めることであると表明している。バフェットは内在価値と乖離した高い株価を好んでおらず、バークシャーの株価は内在価値を反映した妥当な水準であることを望んでいる。 1888年、ホイショ・ハッサウェイによって、ハサウェイ製造会社が、綿防石事業として創立された。この会社は、最初の10年は成功したが、第二次世界大戦後は、綿織物産業の全体的な衰退に苦しんだ。この時、ハサウェイ製造会社は、シーバリースタントンによって経営されていた。不況のご収益性が改善した。1950年代、 ハサウェイ製造会社は、19世紀初期から事業をしていた綿織物会社バーシャーファインスピニング、アソシエイティーズと合併した。このようにして、バークシャーハサウェイは設立された。一時、バークシャーハサウェイは15カ所の工場を所有し、120万ドル以上の収入があり、また1万2千人以上の労働者を雇用していた。また本社は、マサチューセッツ州ニューベッドフォードにあった。 しかしながら、これらの工場のうちの7カ所は次の10年間の間に閉鎖された。巨大な一時解雇も行われた。1962年、ウォーレン・バフェットはこの会社が本当の価値よりも安値で取引されていると信じてバークシャーハサウェイの株を買い始めた。スタントンの家族と衝突の後に、バフェットは十分な株を取得し、この会社を支配した。バフェットは バークシャーハサウェイの中核ビジネス、麺織物防疾業を維持したが、1967年までに投資業に事業を拡大していった。1970年代の終わりに、バークシャーハサウェイは、今日バークシャーの投資業の主要な資金源である外交を取得し、今日の投資業のスタイルとなった。1985年、バークシャーハサウェイの歴史的中核事業である麺。 防石事業が閉じられた。バークシャーハサウェイは A 種株式と B 種株式を発行している。B 種株式の発行価格は A 種株式の1500分の1である。B 種株式は A 種株式の議決権の1万分の1の議決権が与えられている。バークシャーハサウェイは2010年1月20日に実施するまで株式分割を行ったことがないという特徴を持つ。 2010年1月20日の株式分割は B 市株式に対して1時50分の比率で行われた。かつてバークシャーハサウェイの株式はネガサ株で株式を買いたくても買えない人はたくさんいた。バークシャーハサウェイは高値でも株式分割をしなかったがその理由は当期の防止と長期保有できるグレードの高い投資家にだけ保有して欲しかったからである。 しかし投資信託会社が小口の資金を集め、それをバークシャーハサウェイ株に投資使用した。それに対し、バークシャーハサウェイは、バークシャーハサウェイの株価に連動する金融商品を販売するユニット型投資信託会社の設立を阻止するために、B 市株式の発行に踏み切った。しかし、バフェットは B 市株式を発行することについて乗り気ではなかった。最終的には、 B 種株式は要求されただけ売り出したので、かなりの発行株数になった。1995年、バフェットは株主への手紙で以下のように発言している。最近出現したユニット型投資信託会社は、バフェットの目標に反抗するものである。この金融商品は、多額の手数料を得るために働いている、仲介人によって売られ、大きなコストを彼らの顧客に押し付け、 洗練されておらず我々の過去の株価の履歴や広告、バークシャーハサウェイと私が最近手にした成果に紛らわされがちな改定に対して大量に市場で売り出される見込みである。多くの投資家を失望させる結果となることは間違いない。2005年、バフェットは38%のバークシャーハサウェイ株式を所有していた。バークシャーハサウェイの副会長、チャーリー・マンガーも、 また十分な株式を持っていた。2014年現在バフェットは英紙株式を39%保有しており、これはバークシャーハサウェイ全体の19.6%の株式を保有していることになる。バークシャーハサウェイの年次報告書に株価指数 S&P500 とバークシャーハサウェイの株価を比較する統計が載っている。バフェットが1965年に バークシャーハサウェイの経営権を握ってら2014年現在までの約49年間に S&P500 の上昇率が約11200%だったのに対しバークシャーハサウェイの株価は約183万という桁外れの上昇を見せた。これは福利計算で年率で約22.2%の増加が49年間連続して 続いているのと同じ上昇率である。2018年9月現在のバークシャーハサウェイの取締役会の取締役は15人いる。多岐の事業分野にわたる企業を買収し、所有している。2016年のバークシャーの収益は保険その他が175,223。鉄道、公益、エネルギーが37,542。 ファイナンスが1839であった。コストは保険その他が156427、鉄道、公益、エネルギーが28836、ファイナンスが5597であった。保険業と再保険業において、バークシャーが所有する子会社は多数あり、それら子会社は国内外に70以上の拠点を置いて事業を展開している。 バークシャーは、もともとは主に、アメリカ国内で、損害保険及び、再保険ビジネスを展開してきたが、1998年12月に、再保険大手のジェネラルリーを買収したことにより、生命保険、健康保険、事故、障害保険に対する再保険分野に新たに、進出するとともに、損害再保険の分野についても、国際的な拠点を持つ大手となった。近年でも、 外国企業の買収や新たにモノライン、金融保証保険分野に参入するなどの手法により事業を拡大している。バークシャーの保険部門は非常に高い資本力を維持していることで知られる。この資本力を生かして再保険のみならず他の再保険会社の保険金支払いを保証する再々保険ビジネスも展開している。バークシャーは世界最大の再々保険会社も所有している。 高い資本力と再再保険の引き受けによる再保険市場への絶大な影響力によってバークシャーの保険事業部門は業界内でも他の保険会と一線を画した強さを持っている。バークシャーの保険事業部門全体の常用資本、アメリカの保険業法に定められているは2004年12月31日時点でおよそ480億米ドルに上っており、 バークシャーの主要な保険事業主会社は、その財務信用力について、スタンダードプアーズ社から、最高ランク、AAA の格付けを獲得している。また、保険会社を専門とする、格付け会社である AM ベスト社からは、会社の財務状態と、企業業績を評価され、最高ランクの A、スーピアリア、スーペリアの格付けを得ている。 バークシャーはエネルギー業でも多数の子会社を所有している。バークシャーはエネルギー事業を展開するの株式のうち83.7%、潜在株式調整前では80.5%を保有している。ミッドアメリカンエナジーホールディングス社は1971年に創業されたカルエナジー・ジェネレーション社、カランルジ・ジェネレーション・カンパニーを源流とし、 同業他社の買収を重ねながら成長し、1999年に持ち株会社体制への移行による組織再編で現在の組織体制となった。さらにこの年にバークシャーなど3社からなるグループによって買収が開始され、2000年に買収が完了した。しかし、当時はによって電力業者、または都市ガス業者といった公益事業者が発行する10%以上の 証券を保有する集債持ち株会社は、証券取引委員会 SEC への登録が義務付けられ、また、合併、証券発行、買収、資金調達、資本構成などについて SEC から規制を受ける立場にあったため、バークシャーの出資にも大きな制約が伴った。この時の買収総額は約90億ドルで、バークシャーは、 他2社の出資分約3億ドルを除く約87億ドルを出資したが、そのうち通常の普通株の取得額は約12億5、0ドルに止まり、残りは議決権持ち分にして75%相当。潜在株式調整前の無配当型普通株式転換権付優先株式と8億ドルの非転換、トラスト型優先証券。 非転換型新宅優先証券を取得するという複雑な方式をとっている。しかし2005年に公益事業持ち株会社法が廃止されたことで現在はこのような複雑な出資形態を脱している。2014年4月30日、ミッドアメリカンエナジーホールディングス社は社名をバークシャーハサウェイエナジーに変更した。ミッドアメリカンエナジーホールディングスは 参加企業を通じてアメリカ及びイギリスで発電事業や電力供給事業、ガス供給事業などを展開している。以下にミッドアメリカンエナジーホールディングスの主要な子会社バークシャーから見て孫会社や関連会社を挙げる。最近の証券取引委員会で報告された目立った保有株式は以下の通りである。株式保有金額トップ10。 固有割合株式会社の利益は株主のものであるという立場から経営者が寄付を行う場合は会社の資産を使わず個人として行うべきだとバーフェットは主張している。バークシャーハサウェイでは企業として寄付を行う場合は寄付先を株主が持ち株に応じて決定できるという寄付事業計画を1981年から行っている。 そのため相反する主張を行う団体の両方に寄付を行っていることもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。